皆さん、こんにちは。現在、販売されている新車で、ミドルクラス以下のサイズのモデルは、FX 車が主流です。しかし、かつては、実用的な車でも、FR のモデルが存在しました。そこで、今回は、かつて存在した意外な FR 車についてご紹介します。1. マツダ4代目ファミリア。現在、マツダのラインナップで C セグメントのプレミアムなモデルにマツダ3がありますが、その前身はアクセラで、さらに遡ると同社の主力車種として長い歴史があったファミリアシリーズにたどり着きます。初代ファミリアは1963年に誕生した大衆車の先駆け的存在で FR 車として誕生。その後も4ドアセダンと2ドアクーペのボディがメインで代を重ねましたが、1977年のモデルチェンジで大きな転換期を迎え、ボディタイプを一新し、3ドアハッチバックと5ドアハッチバックの2ボックスへと変貌を遂げました。これは同クラスのライバル車に追従した形で、外観は丸みを帯びたフォルムに、1975年に発売された2代目コスモに似た縦格子デザインのフロントグリルを採用。上級車種をイメージさせる前半が成功して販売も好調でした。しかし、前代から引き継いだ車種だったことから、基本設計の古さは否めず、後輪駆動のままとなっており、ライバル車たちが次々と前輪駆動を採用して、広い室内空間を実現していたことに比べ、ファミリーカーとして不利な状況が続きました。そして、ファミリアは1980年に5代目へとフルモデルチェンジを敢行。前輪駆動による広い室内空間と直線基調のシャープな外観デザインが若者を中心に支持され、シリーズでも屈指の大ヒットを記録しました。2. 三菱ミニカーミ L。 軽自動車におけるFF 車の歴史は古く、1955年に鈴木初の四輪自動車として誕生したスズライト SS が FF 車でした。また、1967年に発売されたホンダ N360 も FF のメリットを最大限に生かして広い室内空間を実現し、大ヒットを記録。しかし、軽自動車メーカー各社は独自の思想からか、駆動方式はバラバラでした。そんな中、かつて三菱の主力軽自動車だったミニカは、1962年に初代が登場して以来、FR のまま代を重ねていました。最後の FR 車だったのは、1981年発売の5代目ミニカーミ L で、1977年発売のミニカーミ55のボディをベースに、新軽自動車規格に合わせて100ミリ全長を伸ばしたモデルでした。エンジンは最高出力31馬力の 550cc 直列2気筒 SOHC を縦置きにフロントへ搭載して後輪を駆動。三菱独自のサイレントシャフトを採用したことで、低振動化と高い静粛性が特徴でした。そして、他メーカーに遅れながらも、1984年に FF 化した6代目ミニカが登場しました。3. 日産初代セレナ。2018年に99,865台を販売し、ミニバン販売台数ナンバーワンに輝いた現行モデルの日産セレナですが、初代は1991年に誕生しました。当初は前身のモデルである
ワンボックスワゴン、バネットコーチの後継者だったことから、バネット・セレナの名前でしたが、1994年のマイナーチェンジでセレナに改名されました。それまで多人数乗車が可能な車は、キャブオーバータイプのワンボックスワゴンが主流だった中、セレナの外観は今のミニバンに通じるセミキャブオーバータイプで、商用車のイメージを払拭したスタイリングでした。一方でエンジンは前席の下に搭載して後輪駆動を採用するなど、かつてのワンボックスワゴンの名残もあり、さらに商用版をラインナップするなど、まだミニバンとバンを完全に分離できなかった過渡期のモデルだったと言えます。しかしやはり FR では低床化は困難で、スペース効率の点では不利だったことから、1999年に2代目が登場した際にプラットフォームを一新して FF となりました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。